皆さんこんにちは、スノーと申します。今回はこちらに並べてある布巾、これはちょっと、私の持っている布巾の中でクリスマスカラーをイメージしたような布巾が何枚かありましたので、今回はそちらを紹介しようかなと思っております。よろしくお願いいたします。今回は刺し子をこう制作するっていうよりはですね、どちらかというと刺し子の活用編っていう意味での動画になります。なんとなくこう刺し子で季節を感じてみようみたいな、はい、まあ、そういうのも刺し子って、私は作って楽しむっていうことはもちろんですけれども、使って楽しみたいっていうのもあって、その使って楽しむっていう中で、刺し子の模様とか、あとは配色を、どういう配色を選ぶかによってなんとなくこう季節を感じられるんではないかなって思って、でそういう時期に例えばこういう布巾を作ってみたりとか、あとは実際に使ってみたりとか、なんかちょっとね、カゴの目隠しとか何かにこうワンポイントで使う時に、ちょっと12月はこういうクリスマスカラーのをちょっと使ってみようかなとか、なんかそういうので季節を感じてみるのも刺し子の楽しみの一つ、活用の一つになるんじゃないかなって思っておりまして、まあ皆さん多分冬になったらホビーラホビーレさんとかでもそういう季節を感じさせる布巾の模様入りのさらしが販売されていたりしますし、もちろんホビーラホビーレさんには限らずともあったりするので、そういうのでも感じられたりすると思いますし、皆さんそれぞれ制作されてると思いますので、私の場合はこんな感じのものをちょっと過去に作ってましたっていうことがあったので、それをちょっと、はい、数少ないながらも集めてみたっていう感じです。なのでこれをちょっと一枚一枚ご紹介していこうかなと、はい、いつも私ちょっとなんか動画が長めなので、今回はサクッとサクッと紹介、刺し子布巾の紹介の動画になります。で1枚目は雪型亀甲ですね。もう雪型亀甲っていう、もう名前だけでもなんとなくこう冬を連想させたりするので、まあ12月だからまずは雪型亀甲と思って、はい、こちらを持ってきました。はい、で雪型亀甲はもう制作して投稿したばっかりなので、はい、あまり そっちの動画でたくさん説明しているので、今回はこういうのもありますということでさらっと、はい、説明いたします。まずはこれ初めて作ったもので、なんとなくこうこれを作ろうと思った時は雪、だんだん寒くなってきた、11月だったかな、10月末だったかな、はい、でだんだん寒くなってきたし、なんとなく雪型亀甲が頭に思い浮かんだので作ってみようと思いまして、で最初はなんとなく寒色系で作りたいなと思いましたので、こちらの 色を選んでみました。で次に刺す時を考えた時に、やっぱりこの時期だったらこれでしょうみたいな感じで、赤と緑の配色でっていう、でもこれに関してはもう前回の動画でたっぷり語っておりますので、今回はさらっとご紹介っていうことで、はい、ここに持ってきました。はい、2枚このような感じです。はい、まあ制作したばっかり、時期的に制作したばっかりっていうのもありますけれども、すごく楽しく刺せた模様だなと。刺す前はね、やっぱここが単独でこう六角形で刺すの大変そうだなっていうイメージがもともとあったんですけど、刺してみたらなんかそれもそう想定したバランスとかもちょっと考えて大きめにしたりとかも、この大きさを大きめにしたりもしましたので、案外そのあたりはこうクリアできたかなと、楽しく刺し子することができました。はい、では次はですね、これはたまたまそうなったっていうだけの模様っていうか、配色がそうだったからっていうことで持ってきました。これは私がですね、何回か前に投稿しましたこけしが好きで、まあそのこけしの話はそっちの動画でしておりますので、それは説明欄にリンクも貼っておきますので、はい、今日はそういう話はしませんが、鳴子系のこけしがまず好きで、こけしをイメージした
模様を刺し子付近で作れないかっていうことを思って、で私はこけしといえば、私勝手な個人のあの馴染みの問題なだけなんですけど、鳴子系のこけしが一番あのうちの実家にあったとかそういう関係上、鳴子系のこけしが一番私 の, あの身近だったので、ちょっと待ってください。あれがこけしケースが、こけしケースが、あの鳴子系、はい、こけし、これです。これがあの鳴子系で、たまたま鳴子系はこういう色なんですよね。基本 の, あの模様がで、まあ全然クリスマスという意味ではないんですが、結果クリスマスカラーだなっていうことがあったので、今回はい、クリスマスカラーと言えるじゃんこれと思って今回持ってきました。はい、鳴子系のこけしをイメージして、あのこのように作ってみたっていうことで、赤と緑の配色で作ってみました。こういうのもね、クリスマスの時期にね、これあったら、あ、クリスマスだからこういうのをね作ったのかしらって思われますよね。でも実は鳴子系のこけしですっていうことなんですけど、はい、こういう感じで作ってみましたので、あのたまたまこの配色でしたので今回紹介いたしました。で次、これはもう結構、これ私一番最初にあのクリスマスな感じの模様で一番最初にこれを作ったんではないかと私は思います。もうこれはもうあの皆さん、ああって思ってる方もいらっしゃるんではないでしょうか。あのホビーラホビーレさんの図案の中で、でも他にもこうクリスマスっぽいあの模様はあるんですけれども、まあ私がたまたまこう買おうと、あのホビーラホビーレさんのあの図案の入りのさらしを買おうと思った時にこれが出てたので、まあ、その時にこれを購入して刺したっていう感じです。何枚かあのホビーラホビーレさんのも私も過去に刺してます。で私はこの大きさでは刺さないので、この大きさあの長方形なんですよね。でこれは全然クリスマスのあれとは全然関係ないんですけど、あの私はこの大きさのホビーラホビーレさんのものをはどういう風に使ってるかっていうと、うちにあの猫様がいまして、あの水飲み場のあので電気でポコポコポコってこう水がなんか出てくる、あのあるんですよ。正式名称忘れちゃったんですけど、はい、それがあって、うちにあって、それちょっとこう普通の器に入れるよりはちょっと大きめなんですよね。だからそれを敷くのにこれこの大きさでこの上にドーンとそれ乗せて使ってます。はい、ローテーションで、あのホビーラホビーレさんの付近はそのように私は活用してます。はい、あのうちの猫様の水飲み場のところにはホビーラホビーレさんのちょっと大きめなのでね、この付近がちょうどいいなと思って使ってます。全然クリスマスとは関係ない話だったんですけど、普段はそのように活用してます。はい、はい、このね模様でしたので、ちょっと一例として紹介いたしました。で、最後はこれはあの YouTube の動画では私出したことがないんですけれども、麻の葉をクリスマスカラーで作ったことが過去にありまして、これもじゃあ持ってこようかなと思って、これはちょっと、はい、あの YouTube ではお見せしたことがなかったので、私とにかくあの一番作ってきた模様は麻の葉なんですね。でこの大きさでだいぶ、作ってきまして、で配色もよくやる配色はこの直線の部分がライトグレーの糸で、でこの麻の葉の実際のこのなんていうか模様になる部分を何かメインの色、ピンクとか、水色とかオレンジとかなんかそういうので、グレーだとライトグレーの糸だとなんかいろいろこう合わせやすいんですよね。あまりちょっと配色とかなかなか難しかったり、組み合わせを考えるの難しかったりするんで、難しい時はメインの色をまず決めて、でそれプラスアルファライトグレーにするとなんかちょっといい塩梅に私はなるなっていうふうに思っていて、その組み合わせが好きで、よくそういう配色でこの麻の葉模様を作っていたんですけれども、これに関しては多分あんま覚えてないですけど、多分冬に作ろうと思った時にこれが思い浮かんだんではないでしょうかと、多分 2年くらい前
かもしれないですここ1年ではないような気がするんですけれども、で、赤と緑で作って、で この外枠のところは、まず赤の糸で外枠をぐるっと、あ、外枠を縫って差し子していきまして、で最後にあの緑の糸で縁飾りをしたっていう感じです。これと逆なんですよね。こっちとまたこういう違いがあるって感じですね。はい、こっちは赤の糸でまず差し子をして、緑でぐるっと縁飾りで、こっちが逆なんですよね。緑で刺し子していて、赤の糸で縁飾りをしているっていう。なので配色を変えるとこのような違いなってます。ちょっとあの雪形亀甲の方が針目の幅が広いから、なんとなくちょっと大きく見えるんですけれども、細かくすればこのような、あ、細かくっていうのはあの外枠の糸の刺し方を細かくすればこっち側で、ちょっとこっちの方がちょっと広い感じですね。そのあたりもお好みで、映るかな、こんな感じで、はい、糸の組み合わせというかね、位置を変えるとこのような違いがあるのでっていう感じです。はい、で、麻の葉のこの模様の刺し方に関しては、麻の葉は結構あの YouTube であの図案の描き方から麻の葉の刺し順までについて結構なんか5回くらいに分けて多分投稿を過去にしておりますので、そちらは説明欄の方にリンクを貼っておきます。刺し方に関しては、これはなのでというか、その時の動画であのちょっと長い時間をかけて説明したんですけれども、こことここの間に糸を通さない刺し方をしてるんですよね。だからこう糸が透けてない感じです。でも透けてないゆえに、こっちの裏がちょっとこの辺りで太くなってしまう部分があるっていうことですね。こういうところ、ここの真ん中の横線が裏で重ねるっていうことなんですね。ここで通さない代わりにここで重ねる、だからちょっと太くなってしまう。だそれをどっちがいいかってことではないですけど、どういうのが好みかによって刺し方は変わってくるっていうのはあるのではないかと。はい、まあ、この、 あの刺し方はそういうふうに通さない刺し方で、はい、全体的に、あ、そうなんですよそうなんですよというか、あの改めて何年か前のこう振り返ってみるっていうのも時には興味深いというか、例えばここがうっすら見えると思うんですけど、刺し始めで私あのここで一回玉止めをしている、あの重ねではない刺し方をしているってことですね。だその時期によって刺し方違ったりするので、ああこの時期はこういう感じで刺してたのかとか、あの刺し始めがちょっと違うなとか、まあ、そういうこともその時期その時期によって好みの刺し方っていうところがあるかとは思うので、こういうのを振り返ると、ああの時はこんな風に刺してたんだなみたいなことが見えてきたりとかするので、それはそれで、はい、面白かったり、あの今との変化を感じるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はですね、あの制作過程の動画というよりはですね、刺し子の活用編でちょっと季節を感じるような布巾で、今はちょうど12月ですので、まあ今だったらクリスマスカラーのクリスマスをちょっとイメージするような模様だったり、あの配色だったりっていう布巾を、はい、集めてご紹介いたしました。はい、こんな感じではい、今日の動画は以上となります。
ちょっとあの次回予告がまだ、次回何を指そうかとかまだ決めてないので、はい、またちょっとこの動画を編集したりとかしながら、ぼちぼち次はどの模様がいいかな、何、指してみようかなとかっていうのはゆっくり考えてみようかなと思います。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にしていく励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。